富士交通時代の高速バス車両富士交通時代の高速バス車両低山富士交通株式会社はかつて宮城県仙台市に本社を置いていたバス会社である旧商号は富士交通株式会社2008年12月31日をもって事業を廃止した観光貸切業務を中心としていたがバス事業の規制緩和により旧 富士交通は2002年に高速バス事業に参入、仙台福島、郡山間の高速バスを運行していた。しかし既存の競合他社との競争激化などで業績が悪化したことから2004年8月23日に民事再生法の適用を申請して経営破綻、破綻の一因となった高速バス事業から大幅撤退した。その後は同業他社で低産グループである 定山観光バス仙台と合併して、定山富士交通と社名変更した。合併後、旧富士交通の車両は順次、定山グループと職に変更された。また、自社系列の旅行会社、T、T&KITRAVEL のツアーバスとして、繁忙期を中心に東京方面へも運行していた。廃業時の路線は、競馬開催日のみ、運行の福島競馬場線のみであったが、 長らく路線休止の状態であった。民事再生法の下で再生手続き中であったが、2008年12月2日に12月末で事業廃止することとなった。翌2009年1月から会社生産手続きに入り、事業上と先を探していた。従業員60人は全員解雇となった。既存事業者との競争が行われた路線登記の観光路線。ありがとうございます。